吉野川第10関上板町は、徳島県の北東部に位置する町で、板野郡に属する。町のほとんどが、吉野川の北岸に位置する。関の改良計画をめぐり、世論を2分し住民投票も行われた吉野川の第10関は、この上板町と対岸の石井町の間にある。産業面では、藍染めの原料となるアイスクモや、高級和菓子などに使われる。 阿波は三本島の産地でもある。上板町は徳島県の北東部に位置し、北に阿山山脈、南に吉野川で挟まれる。町中央東西に中央構造線が走り、その北側の山地部と南側の平野部を分ける。町の最高峰は標高691メートルの大山である。阿山山脈を源流とする宮河内谷川、泉谷川、 大仙谷川などの谷川は、複数の戦場地を形成し、古くから人が住み着いていた。一方でこれらの谷川は、平野部で天井川となり、古来より、たびたび氾濫を繰り返してきた。吉野川は、四国三郎とも呼ばれ、暴れ川として知られるが、上板町では、農地や牧草地を形成する、恵みの川と位置づけられている。現在の上板町に相当する地域は、 徳島県で最も古くから開けた地域であり、阿山山脈山六からは1万年以上前の旧石器時代の石器、縄文土器、平安時代の銅鐸などが出土する。大火の改新による高知公民制による軍制度により、阿波国では板野軍、明方軍など7軍が設置された。明方軍は896年に明財軍と明東軍に分離した。 伊丹野軍は902年に坂東軍と伊丹市軍に分割されたが、1644年に両軍は合併されて元の伊丹野軍に戻った。江戸時代には徳島藩が農業振興に力を入れ、現在の田畑のほとんどがこの時代の神殿開発によって開拓された。また植産振興政策により、阿波藍と阿波三本島の生産が盛んになった。 1889年の町村政志向により、七条村、鍛冶屋、原村、引野村、泉屋村が合併して、板野郡松島城が、西文村、上田区村、椎野本村が合併して、道郡大仙村が,村が、瀬部村、高瀬村、高磯村、上六条村、下六条村、里塚村、第十神殿が合併して、明細軍校志村が成立した。2008年、 信用処理の中継運搬問題をめぐって続いていた町長派と反町長派の対立が激化。町長の松尾国言が議会で否決された中継運搬費を盛り込んだ予算案を専決処分したため町長の解職請求運動が行われた。3月23日に行われた住民投票の結果、リコール賛成派が反対派の2倍近い得票を獲得し、 町長の松尾は失職した。町長失職に伴う町長選挙が行われ、反町長派で町議会議員の農田新春が当選し、新町長に就任した。2013年8月、中学校体育館新築工事をめぐり、共謀して建設業者に最低制限価格を漏らした、完成談合防止法違反の疑いで町長の農田。 新春と全町長リコールの会の会長の梶田道おらが逮捕された。同年10月、納め伝前町長の辞職に伴う、町長選挙が行われ、元衆議院議員の七条民が当選した。農田徳尾松尾敏と塩富長三津吉岡議人、松尾国元を治む伝新春七条、名松田拓尾江戸時代から、阿波愛阿波三本島の生産が盛んであった。いずれも、 明治後期に輸入品に押されて衰退したものの、現在に至るまで生産は続けられ、上板町の特産品として知られている。近年では、平野部では稲作をはじめとし、菊、洋人参、レタス、ほうれん草、いちごなどの蠣や都市均衡型野菜、山間部では柿や桃などの果樹栽培が盛んである。また、徳島県最大の落農地帯でもある。2000年調査によれば、 農家数は1,107個、経営耕地面積はた815ヘクタール、畑176ヘクタール、農家人口は4,859人となっている。商業に関しては2002年調査で、小売商店数131店、その年間販売額約131億円、卸売商店数11、年間販売額約6億6千万円となっている。町屋、 商工会議所では、特産の愛、和産本島に関連した商品開発などによる観光商業振興を図っている。中学校、編集小学校、編集かつては国鉄鍛冶屋源泉が通っていたが1972年に廃止された。現在、鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 四国高徳線板野駅、高速道路、編集都道府県道、 編集使用地報道一般剣道農道、編集大戦寺本道ありがとうございます。